どうもすみません、アルゼンチン共和国杯の結果分析です。1着オーソリティ、2着ラストドラフト、3着サンアップルトンでした。大外れでした。とにかく今回はオーソリティ、ルメール騎手のうまさが光ったレースですね。レース前の予想動画で言ってた通り、結構トリッキーな展開になりやすいのが今の東京競馬場で、うちの方が荒れてきてて、それで単純に最初追い込み有利っていうような、そういったような感じになれば分かりやすいんですけれども、オーソリティみたいな先行してそこからなだれ込むような競馬で後続を封じ込める、こういうような展開も結構あって、まあ、逆に言えばその最初追い込みが有利っていうような展開もあるんですけれども、まあ、その中でレースの流れを読んで隊列とかいろいろ考えて乗らないとちょっとはまりきらない時に馬が能力出せないっていうような、そういったようなレースが多くて、まあ、今回も力を出せなかった馬がいっぱいいるんですよね。それでこのレースの一番の勝負どころは4コーナーの手前、4コーナー前後直線の入り口なんですけれども、そこでレース展開の鍵を握ってたというか、レース展開の軸になってる馬っていうのはオセアグレイトとオーソリティなんですよね。この 2,3 番手から競馬してた馬たちで、この馬たちを意識しながら進路取りとか仕掛けを考えなきゃいけないレースなんですが、そこでミスったジョッキーがいっぱいいるっていうことですね。それでその今回の競馬のレース展開の軸になっているオセアグレートとオーソリティ、この馬たちがですね、直線で真ん中どころに出したんですが、その馬たちよりもですね、内に入っちゃうと馬場が悪いってだけじゃなくて負の流れができちゃってるんですよね。ですからそこに強引に入ってこじ開けて伸びてくるって言ったら、相当能力が高い馬じゃないと、相当足がある馬じゃないと苦しいところがあって、ユーキャンスマイルなんかは今回はある程度それなりの仕上がりだったんで、普通に乗っとけば勝ち負けできたんですが、4コーナーの手前から早めにうちの方からスルスルっとポジションを取っちゃったんですよね。まあ、慎重策でもあったんですが、それが逆に良くなくて、まあ、直線入っても窮屈なところがあってそこを抜けなきゃいけないっていうような感じで、スムーズに加速できてないんですよね。ですから伸びあぐねたっていうところがあって、まあ、58キロも響いたっていうのもあるっちゃあるんですが、進路取りとしてもうちょっとスムーズに後ろから落ち着いて乗って、普通にオーソリティの外に出すような競馬だったら伸びてきたでしょうし、それぐらいの自力はあるけれども、今回はちょっとその、まあ、慎重にうちの方から早め早めっていう競馬をした結果、逆にマイナスな苦しい競馬になってしまったっていうことですね。道中の細かいラップについては出すほどのレースでもないので出さないんですけれども、まあ、スロー寄りの平均ペースで、それでさらに前目の馬たちがばらけてたんですよね。もうオセアグレイトも2番手でばらけてるし、オーソリティも3番手でばらけてるし、もうこんぐらいのペースでばらけたポジションでオーソリティ3番手にいたら、ルメール騎手だったらまずミスることがないかなというふうに思いますし、内目の馬場が悪いということを逆算しながらですね、いいところ、馬場のいいところに出していくっていうような形で、それで、まあ、後半をしっかりオーソリティはまとめてるんで、後続の馬たちは差し込むのが難しくなってたっていうところはあるんですが、まあ、ただ、オーソリティを意識して、その後ろで足をためて直線で、オーソリティの外に出す、これが一番伸びやすい進路取りなので、そういう進路取りができたラストドラフトなんかは伸びてきたっていうところですね。それでは右の方から一頭ずついきます。バレリオ。バレリオは最近本格化してきて力つけてきてたんで期待してたんですけれども、ちょっと今回は仕上げに失敗したなっていうような馬体で、歩き方が良くないですね。もう足と胴体がバラバラっていうような感じで、お腹とか背中腰に力が入ってないような歩き方。伝達がうまくいってない、体全体に伝達がうまくいってないっていうような歩き方ですよね。ですからちょっとパドックの時点で厳しいだろうなっていうふうに思ったんですが、さらにこの馬もともとですね、以前からあんまりポジション取るとですね、メリハリの効いた足が使えなかったりだとか、じり足っぽくなったりだとか、ちょっとポジション取るといい競馬ができない傾向にあったんで、スタート直後のポジションも良くなかったと思いますね。基本的には中段よりも後ろで足を溜めた方がいいタイプかなっていうふうに思いますし、ちょっとそうですね、まあ、状態面も戦法としても合わなかったかなというようなところがありますね。ラストドラフトはですね、追い切り映像で甲府町が判別しにくいところがあって、まあ、ちょっと厄介な馬ではあるんですけれども、まあ、でも今回の追い切り映像では少し良くなったかなっていう風に見えてましたんで、まあ実際にパドックではよく見えました。まあ追い切り映像以上によく見えたぐらいで仕上がりは良かったと思いますね。
でもラストドラフト自体が成長しただとか強くなっただとかそういったことはないですし、瞬発力が上がったとかそういったこともなくて、他の馬たちが走らなかった中でこの馬はいいところで足を貯めて外を回りすぎずに、それで馬場のいい外面出せたっていうところですね。前のオーソリティが作った流れの中でいいところに出したっていうところもあるんで、まあ戸崎騎手も直線を追うことでも追えるジョッキーでもありますんで、それでこの馬にとってはうまくはまりきったかなというようなところではありますね。ベストアプローチ、ベストアプローチもまあまあ仕上がり良かったんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、この馬も後方で足は貯めれて直線の入り口のところでですね、そこで加速できればもしかしたらっていうような感じはあったんですけれども、でもちょっと狭くなったところでそこですっと加速できなかったんですよね。加速するのにちょっと時間がかかるずぶいタイプでもありますんで、まあ、そこはやっぱり枝騎手が動かしきれなかったっていうところですね。ですからレベルの高いジョッキーが乗ってればああやって挟まれてっていう形にはならずに伸びてたと思いますし、さらにまあゴール前でのギアの上がり方とかもオイルジョッキーが乗れば全然違ってくるタイプなので、まあ、そう考えたら単純な能力でいくとラストドラフトよりもベストアプローチの方が上かなっていうふうには思います。エアウィンザー、エアウィンザーはもう筋肉の質も落ちてバネも落ちてっていうところでまた調子が戻らないですね。まあ、このまま調子が戻らない可能性もあると思います。で、まあ、全体的に、まあ、後半手応えよくついていけてる感じでもないですし、まあ、後方から、まあ、直線も伸びずっていうような感じですよね。ちょっと厳しいかなっていうような内容でしたね。ユーキャンスマイル、ユーキャンスマイルは、まあ、確かに張りとかなんかいかにも躍動感があって調子がいいっていう感じまではいかないんですが、まあ、すがるさもあってですね、それなりの仕上がりにあったんで8分前後はあったと思いますね。で、得意の左回りでこの条件素足を生かせばっていうような形ではあったんですけれども、まあ、最初にも言った通り4コーナーの手前からですね、内の方からスルスルっと進出しちゃったんですよね。まあ、なるべくその早めにいいポジションを取って不利を受けにくいっていう風にする戦法で、そういう戦法がハマる時もあるっちゃあるんですが、まあ、今回に関してはですね、それが裏目に出て、結局はそのスルスルっと上がっていったところでごちゃごちゃっとして、そこからスムーズに加速できなかったところがあるんですよね。しかもうちの方ババが悪いところで、外に手応えのいいオーソリティとかがいて、うちに押し込まれるような形になったんで、その苦しい競馬になってしまった分伸びなかった。さらに58キロもそういう苦しい競馬なんで響いたっていうところがありますね。ですから4コーナー手前とかで、余計な動きをせずに、まあ、いつでもどこからでも抜け出せるっていうような、そういったような足があるタイプではありますんで、なるべく馬場のいい外にだんだんと出していって、そこでラスト200ぐらいでも足を使わせばいい足使いますんで、そういう競馬をしてれば普通に勝ち負けになったかなっていうふうに思いますね。当選カンビーナ、当然カンビーナはパドックの歩き方でも後ろ足がスッと上がらなかったりだとか、踏み込みが甘いような感じではありますね。ですから調子が良くなかったんだと思いますね。道中後方から進んでいかずっていうような感じで、勝負どころも反応せずっていうところで、まあ、ミルコテムール騎手もこういうちょっと難しいところが出てたりなんかしたらスッと動かせないところもありますんで、そういう部分も出たかなっていうような感じですね。アイスバブル、アイスバブルは好調ですね。まあ、少し作りすぎかなっていうような気もするんで、もう少し余裕あってもいいかなっていうようなところはあるんですけれども、まあ、でも好調キープで前走も良かったので、まあ、今回ももうちょっと走るかなっていうふうに思ったんですけれども、とにかくまずは後方から打ち突きをしてしまって、馬場の悪い打ちでもありますし、まあ、タイミング的にも中途半端になってしまったんで、まあ、例えばあと3テンポを以上とか早めに仕掛けていくとかだったらハマってもおかしくないんですけれども、でもそのオーソリティのルメール騎手とかその辺がですね、スッと4コーナー前後まとめてますんで、ちょっと変な動きをしてうちの方から入っていくっていうハマり方がするような展開でもないんですよね。何か一発やってやろうっていう気持ちがあるのは、まあ、若手騎手なんでわかるんですけれども、でも重賞とか G1 とかレベルの高いレースになっていけばいくほど、余計なことをせずに馬の力を信じてあげる、それをまずやってあげることが必要かなというふうに思いますし、基本に忠実に足を貯めて外っていう、そういうことを追い込みまではしていっ
く、まあそれが外からまくるんだったらまた違いますんで、そういう思い切りのいい形だったらまだいいかなっていうふうには思いました。それと横山武史騎手は一応ミホーリーリングジョッキーなんですけれども、ローカルの方で思い切りのいい騎乗とか、あとはまあ待てる時は待てるっていうのが、そういう立ち回りがハマってきたところもありますんで、単純な技術で言うと真ん中ぐらいのものしかないので、こういう追わせるタイプは合わないので、アイスバブルに乗せたっていうことも基本的には手が合わないかなっていうふうに思いますね。サンレーポケット、サンレーポケットはもうゆったりとしててバネもありますし、文句ない仕上がりですね。前走以上かもなっていうふうに感じるぐらい良かったです。ただもうこの荻野極む騎手もですね、まあ、中段よりもちょっと後ろぐらいで足で溜めてたらそこまではいいんですけれども、4コーナー前後で内に入っちゃって、打ちつき馬場の悪い位置ではまるような乗り方ではないですし、もうあれで3馬身から5馬身ぐらいはロスがあったかもなっていうぐらいで、まあ、外に出せばその勝って何馬身も引き離すだとかそこまでは言わないんですけれども、まあ、外に出すロスを考えてもその分を全然回収できる進路っていうのが馬場のいい外なので、まあ、余計なところで慌てて空いたとこ空いたとこ突っ込んで内の悪い馬場を通る、これはもう全然話にならないんですよね。捨てるところを作れないっていうのがダメなジョッキー、レベルの低いジョッキーの典型なので、東京コースなんかはもう捨てるとこ捨ててラスト200で勝負できる時もあるぐらいなコースなので、とにかく直線の入り口とか4コーナー前後その辺なんかはまず捨てるところは捨てて落ち着いて徐々に体勢整えて馬場のいい外に出してあげる、その意識が必要かなっていうふうに思いますね。まあ、馬は全然ここでは上位3頭には入る馬で、ジョッキーが足を引っ張ったっていうような形ですね。ミズエイリアンは、まあ、年齢的な衰えがもっとあるかと思ったんですが、今回思ってたよりも良かったですね。まあ、たださすがにそのいい頃ほどのバネとかはないかなっていうような感じなんですが、距離的にもこの距離がいいとは言えないので、まあ、もう少し短い距離の1008前後ぐらいのオープン特別だったらもう少しいいところが出る可能性もあるかなっていうふうに思いました。サンアップルトンはですね、まあ、前走ちょっと調子を崩してたような感じがあったんで、やっぱり今回少し良くなってたかなっていうふうに思いますね。それでこのサンアップルトンはですね、相手が強くなると瞬発力で劣ったりだとか、あとはコーナーから厳しい自力勝負になったりなんかしたら少し自力が足りないだとか、そういったような、まあ、クラスの壁っていうのを今まで感じてたんですが、今回に関してはレース前にも言ってた通り、東京コースだったらそのうまくごまかすとかごまかして最後に足を使えば通用するかもしれないというふうに言ってたんですが、そういうような感じになりましたね。やっぱり足を溜めて馬場のいいところで最後追い込んできてっていうような形で、他の馬たちが自滅して止まりまくってるわけですから、サンアップルトンが自分の力を出せたというところで、まあ、東京コースでのサンアップルトンのハマり方っていうようなレースにはなったかなっていうようなところですね。プリンスオブペスカーはやっぱり筋肉の質とか以前と比べて硬いですね。以前は先行できてたりしてたんですけれども、名称天元はマイナス12キロで馬体減が響いてますね。踏み込みが甘くなってました。まあ、このタイプはどちらかというと余裕があった方がいいぐらいなんで、まずは調子かなっていうようなところではありますね。まあ、それでも調子が良くてもそのこれぐらいの距離でですね、目立った足を使えるかというと、やっぱりこのままも他の馬たちが自滅してくれればっていうような程度の切れ味しかないので、まあ、調子が良くてもどうだったかなとは思うんですが、まあ、構想はできてたんじゃないかなと思いますね。大成トレイルはですね、ずっと調子を崩してたんですけれども、ここに来てまた良くなってきましたね。まあ、絶好調時ほどではないんですが、少しバネが戻りましたし、パドックでの気配が良かったです。で、まあ、ババの家外は通ってるんですけれども、もうちょっとですね、ごまかすような回り方できないかなっていうふうに思いますね。前に壁作りながら回ってきて、ラスト200、300ぐらいで素足を伸ばすとか、そういうような感じですればいいんですが、4コーナーまともに外回ってっていうような感じなんですよね。まあ、もちろんその回り方がそんなに自殺ではないので、一応少しは足を溜めながら回れてこれてはいるんですけれども、
やっぱりルメール騎手とかだったらもうちょっとごまかすような回り方すると思いますんで、まあ、そう考えたらやっぱり特に技術的なものがレベルが低い、レベルが高くはないジョッキーなので、そう考えたらやっぱり一発を狙う騎乗をもう少し覚えてほしいなっていうふうに思いました。オセアグレイト、オセアグレイトは、まあ、最近では一番気配は良かったかなっていうふうに思いますね。ただやっぱり一番いい頃はもうちょっとバネがあったかなっていうふうに思いますんで、まあその瞬発力以外はある程度状態が戻ってきたっていうような形に近いですね。で、まあこの馬もですね、ちょっと重傷だと少し溜めた方がいいなっていうふうに、そういう印象なんですけれども、先行しちゃったんですよね。まともにちょっと競馬しすぎですね。ですから中段よりも後ろの方で前に壁を作ってっていうような形で素足勝負とか、そういうような形で足の使いどころですね、一瞬はいい足を使うと思うので、その辺うまく溜めてラストの伸ばすとか、そういうような競馬ができればもう少しやれるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、あとは三浦康生騎手がレース後のコメントで、今はちょっとこの距離は長くなってきてるのかもっていうふうに言っていて、まあ、それは僕も同じ考えですね。あの距離が長いというよりかは、やっぱり後半のロングスパートとか、あとはそうですね、素足勝負っていうところで、この辺のクラスになると少しパワーが足りてないかなというようなタイプなので、もう少しペースが流れて溜めてスッと抜け出すみたいな競馬がしやすい、そういうようなレースセンスのいいところを活かせるような距離やレースの質の方が合うかなっていうふうに思いますね。ですからなおさらその この距離だと溜めた方が良かったのにとは思いますね。サトノルークスはまあ少しはマシになってるんですが、やっぱりいい頃のバネとか全身の使い方っていうところが戻ってないかなっていうふうに思いますね。で、まあ後方で大野騎手もいいタイミングで外に出してて、それでまあこのタイプだったらじいじいと伸びてもいいんですけれども、やっぱり調子がまだ良くないということで伸びあぐねてるっていうような形ではありますね。アールスターは良かったですね。前走よりも調子良かったぐらいなんじゃないかなっていうふうに思いますね。でもうですね、この馬に関してもとにかくそのまともに競馬しちゃいけないっていうふうに言ってるんですけれども、まともに競馬しちゃってるんですよね。好意のごちゃごちゃしたところから競馬しちゃって、スムーズに4コーナーから直線の入り口加速できてないんですよね。このタイプはですね、ちょっとそのもうちょっと腹くくって後ろから行って、それでまあこの前に関しても待っていいんですよね。追い出しを待っていいんですよね。待ってラスト200、300とかその辺で伸ばすとか、そういうような競馬の方が合いますし、だからこそローカルの小回りとかで後方から足を溜めて一瞬でかわすみたいな競馬がハマって小倉で勝ってたりしてるんですよね。もちろん相手関係が楽だったらポジション取ってスッと抜ける競馬もある程度はできるんでしょうけれども、基本的にはために溜めて一瞬でっていうような感じの競馬をしていった方がいいかなっていうふうに思いますね。ですから今回着順悪かったんですが、もっと上位に来れてたと思いますし、まあ、例えばサンアプルトンとかその辺と比べて能力が劣るかというとそんなことはないですし、まあ、距離的にはもうちょい2000前後がいいかなとは思うんですけれども、まあ、でももっと走る馬だったということですね。ゴールドギアも悪くはないんですけれども、まあ、全体的に動きが鈍いというか、体を大きく使いすぎるような歩き方ではありますよね。もうちょっと足先の脚力バネがあれば乗りやすいんでしょうけれども、まあ、やっぱり相手関係的にもちょっと今回も厳しかったかなというような感じはありますね。で、後方からで、まあ、スッと反応すればいいんですけれども、反応できないままっていうところで、そのうちに他の馬たちが伸びて離されるっていうような形ですね。田辺騎手ですっと動かないわけですから、ちょっと状態面もあるんですが、相手関係も厳しかったかなっていうふうに思いますね。ただレース前にも言ってた通り、新潟とかああいう平坦とかだとスムーズに行ってハマった時にはこれぐらいのメンバーでも少しはいいところが出る可能性がある馬ではあるので、まあいろいろと条件が噛み合えば、あとは調子が噛み合えば少しはいいところはあるということですね。オーソリティはパドックで見て決してよくは見えなかったですね。まあ、極端に悪くはないんですけれども、歩き方なんかも少し硬いですし、まあ、
青葉賞の出来が100だとすると、今回の出来は70ぐらいだったんじゃない、7割ぐらいだったんじゃないかなというふうに思いますね。でも、まあ、ルメール騎手は3番手のばらけたところで、いいところで足を貯めて、さらに馬場のいい外に出してっていうような形で、マイペースで、まあ、4コーナー前後から後半まとめ切ったっていうようなところはありますよね。ですから後続の馬たちは差し込めなかったっていうような感じで、もちろんオーソリティにも能力があって、まあ、素質は認めてる馬ですし、まあ、今回も出来としては7部とはいえ、ある程度は能力は出せる、そういったような仕上がりにはあって、今回レース前のパドックの時点で不安として出ていたのは、それはどういう乗り方をしてもいい競馬ができるっていうようなオーソリティではない、瞬発力勝負とかも合いそうにないっていうような、そういったような馬体ではあったんですよね。ですがそれ以外のところでオーソリティの能力を引き出してあげる、今回のオーソリティの欠点を全てルメール騎手がカバーしてあげたっていう乗り方で、まあ、それでこういったような内容なんですよね。ですから単純に今回の競馬を見て、オーソリティが勝った、オーソリティ強いじゃないかっていうふうに考えてる人はそれは完全に間違いで、まあ、今回の出来だと、もし他のジョッキーが乗った場合だと勝ち負けできる可能性が低い仕上がりではあったと思いますし、まあ、掲示板すらなかったかもしれないような仕上がりの中で、ルメール騎手がいいポジションから最高の乗り方をしたっていうことですね。まあ、技術的なレベルも相当高いというところで、やっぱりジョッキーのおかげっていうようなレースにはなったと思います。でももちろんですね、今回はということなので、オーソリティ自体もこれを使って良くなると思いますし、素質は認めてる馬ですし、さらにこの成長段階の中で、こういうようないい競馬をさせると、馬もその気になって、いい形で次につながることがあるんですよね。ですから全てにおいてオーソリティにとってはいい結果だった。ただ他の馬たち、他の陣営たちにとっては不運だったっていうような形ではありますね。以上で失礼します。